皆さんこんにちは。11月23日のリビングライフの時間です。皆さんに質問がありますけれども、皆さんのご家族、そして教会、また自分の祖国、良いところを5つずつ挙げてくださいと言われましたら、皆さんはすぐに書き出すことができるでしょうか。私たち日本人はあまり褒めない民族だと言われています。しかし聖書を見るときに、私たちの神様は私たち一人一人を褒めて良いところを発見してくださる良い神様です。今日の画箇所で花婿と花嫁がお互いのことを褒め合いますけれども、その中に神様の愛が隠されています。まず神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。雅歌1章9節から2章3節。我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。あなたの頬には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろう。王が宴の座についておられる間、私のナルドは香りを放ちました。私の愛する方は私にとってはこの乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです。私の愛する方は私にとってはエンゲディのブドウ畑にあるヘンナジュの花房のようです。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ。あなたの目は鳩のようだ。私の愛する方、あなたはなんと美しく親しい方でしょう。私たちの長い椅子は青々としています。私たちの家の梁は杉の木、そのたるきは糸杉です。私はシャロンのサフラン、谷のユリの花。我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中のユリの花のようだ。私の愛する方が若者たちの間におられるのは林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。まず9節10節を読んでみたいと思います。これは花婿が乙女に対する告白です。我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。あなたの方には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。一章の5節で、自分はケダルの天幕のように黒くてあまり美しいものではないんだと言っていた彼女に対して、なんと彼はあなたはパロの戦車の目馬になぞらえようと言って、最高の目馬、形もそして力強く美しい、そのような目馬なんだと表現が始まります。そしてその頬には飾り輪がつき、首には最高の宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しいんだということを繰り返しています。11節は、昨日も説明させていただきましたように、エルサレムの乙女たちがそれに応答するように、応援するように歌います。11節、私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろうと歌っています。私たちの神様は祝福の神様であります。私たち一人一人を美しいものとして作ってくださり、この人生を美しく飾りたいと願っておられます。12節から乙女が応答します。王が宴の座についておられる間、
私のナルドは香りを放ちました。私の愛する方は私にとってはこの乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです。私の愛する方は私にとってはエンゲディのブドウ畑にあるヘンナ樹の花房のようです、と応答し始めます。彼の励まし、そして愛の告白を聞きながら、昨日まで自分は黒い、自分はあまり価値がないと思っていた彼女の告白が変わり始めます。はじめに、私のナルドは香りを放ちました。これは最高級の香り、そのような香りをですね、自分は放ち始めるんだと言っています。第二コリントの2章15節で、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神様の御前にかぐわしいキリストの香りなのです、と告白します。そうです、私たちはイエス・キリストの中にあって、イエス・キリストと共にいるときに神様が喜んで受け取ってくださる斜め、そして喜びの香りとなることができるのです。もつ薬も最高級の香り、そしてまた殺菌性のある特別な高いものでした。またエンゲディのブドウ畑にあるヘンナ樹の花房というのは化粧品にも使われ、また薬用品にも使われたとても有名なものであります。私の愛する方は私にとってはそのようなものである、と彼女の歌が、想像力が満ちていくようになってきます。15節でまた花婿が彼女に歌います。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ、あなたの目は鳩のようだ。我が愛する者よ、美しい者よ、と、ここでは何度も何度も繰り返されます。日本の小学校で先生がある小学生に、あなたのお父さんとお母さんの名前は何ですか、と聞きました。ところがその小学生は自分のお父さんお母さんの名前を知らなかったそうです。なぜかというと、お父さんがお母さんのことを呼ぶときにいつもおいと言って、お母さんがお父さんのことを呼ぶときにねえというだけなので、自分の両親の名前はおいとねえなのかもしれないと、冗談であった話ですけれども、それぐらいに自分の両親の、対話の中に、愛がなかったという、例え話です。しかし私たちの神様は、我が愛する者よ、あなたは美しいんだ、と何度も語りかけてくださる良い方であります。その愛の言葉を聞くときに彼女はさらに変わっていきます。16節17節、私の愛する方、あなたはなんと美しく親しい方でしょう。私たちの長い椅子は青々としています。私たちの家の梁は杉の木、その樽木は糸杉です。私の愛する方、そしてあなたはなんと美しく、と聞いたように彼女も答えていくわけです。それだけではありません。私たちが2人が王として、また王妃として座る長い椅子は青々としている。家の梁は、私たちの王宮のその梁は杉の木、その樽木は糸杉である、と家のことまでも歌い始めるようになるわけです。私たちの神様は、私たちこの汚れた体さえも回復してくださる主であります。第一コリントの3章16節で、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか、とパウロは読んでいます。なんと聖書は、私たちはエルサレムにある宮殿、それも大切ですけれども、あなたたちが今度は聖霊が宿った神の神殿なんだ、と私たちのアイデンティティを新しくしてくださっています。彼女は歌います。一節です。私はシャロンのサフラン、谷のユリの花、
これは賛美歌にありますけれども、これは非常に謙遜な表現です。何でもない谷間の中の小さい花にしか過ぎないと歌うんですけれども、2節ソロモンはこのように応答します。我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合の花のようだ。なんとあなたはただの百合の花ではなくて、茨の中で一つ美しく尊く輝く百合の花のようだと歌っています。彼女がそれに対してまた応答します。私の愛する方が若者たちの間におられるのは林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。彼女の自信が、また歌がどん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 回復していくのを見ることができます。今日のリビングライフのエッセイの中で、神様の目に美しい人というとても素晴らしいエッセイがあります。恋人同士、一つの恋人が出てくるんですけれども、ある時彼女が、私はあなたと結婚できませんと彼に言うわけです。彼はびっくりして、理由は何なのかと彼女に問いただします。彼女は、実は私には10年前から一人暮らしをしているお母さんがいます。あなたと結婚したらお母さんの面倒を見ることができなくなります。そしてもう一つの理由は、私はあなたにとって役に立つことが何もできない存在です。あなたにはもっと素晴らしい人がいると思いますと言って、彼のことを思って、また自分のお母さんのことを思って、彼女はその結婚を辞退するように決めたわけです。しかし彼はこのように答えます。僕は一緒に働く人を探しているんじゃないよ。君が僕の助けになるから会っているんじゃなくて、君を愛しているから会っているんだ。お母さんのことも心配だったら一緒に住めばいいと言って、彼は彼女と結婚するようになります。そうです、皆さん、私たちの神様は、私たちが何かできるから私たちを愛しているのではなく、ただ私たちのそのままの姿を美しいとおっしゃってくださる方です。私たちが自分自身をどのように考えていても、神様は私たちを茨の中に咲く美しい百合だとおっしゃってくださっています。今日その方に私たちはどのように応答するでしょうか。オープニングで私が皆さんの家族、また教会、そして祖国の素晴らしいところを5つ挙げてくださいと皆さんに問いました。今日時間がありませんから私は言うことはできませんけれども、私は家族を愛しています。自分の教会を心から愛しています。そしてこの日本を愛しています。神様が愛してくださっている、その歌が注がれているからです。私たちも聖霊によって自分の家族、教会、祖国、そして全世界を愛していくものになっていきたいと思います。お祈りいたします。全能なる神様、あなたは美しい方であります。そして私たちをいつも美しいものよと励まして、私たちを立たしてくださる王の王であることを告白いたします。私たちの家族、教会、そしてこの美しい国を、主よ、あなたが導いてください。感謝し、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。